犬の品種と形態学犬は、猫、ね、目犬飼いのに分類される、哺乳類の一種である。俗名カニス、首相名ループスは、ラテン語でそれぞれ、犬、狼の胃。アシュ名ファミリリスは、やはりラテン語で、家庭に属するといった意味。また、英語、ファミリア、フランス語、ファミリエなど、慣れ親しんだを意味する現代語の語源でもある。古来、日本では、 山犬に対して、イエーヌとも言っていた。英語名ドメスティックドッグは、伝統的な学名シーファミリリスを英訳にしたもので、日本ではドメスティックドッグの訳語として、古くからのイエーヌの語を当てるようになった。また、講義の犬は広く、犬科に属する動物の総称でもあるが、日本では、 こちらの用法はあまり一般的ではなく、オーブン翻訳の際、犬か動物を表すドッグズやインの訳語として当てられる時も犬類などとして家犬と区別するのが普通である。以下では競技の犬についてのみ解説する。家犬は人間の手によって作り出された動物群である。最も古くに家畜化されたと考えられる動物であり、 現代でも、猫フェリス・シルベストリス・カタスと並んで代表的なペット、または、コンパニオン・アニマルとして、広く飼育され、親しまれている。ただし比較される猫と違って、独特の口臭がある。野生化したものを野犬と言い、日本語ではあたかも標準和名であるかのようにカタカナで、ノイヌと表記されることも多いが、野犬を誤って訓読したため生じた信語であり、 分類学上は種や種として、家犬と区別される存在ではない。現在、ジャパンケネルクラブでは、国際畜犬連盟が公認する331、犬種を公認し、そのうち176犬種を登録して、スタンダードを定めている。なお、非公認犬種を含めると、約700から800の犬種がいるとされている。また、 世界全体では4億匹の犬がいると見積もられている。血液型は8種類。カニスループスファミリリスのシノニムを示す。中でも太字は有力説に基づくものである。犬の染色体は78本あり、これは38体の常染色体と1体の性染色体からなる。これは同じ犬族のドール、リカオン、ジャッカル類。 コヨーテ類などとも共通である。これらの種は交配可能であり、この雑種は生殖能力を持つ。ただし、これらは行動学的に生殖前隔離が起こり、また地理的にも隔離されている。ジャッカル類は主にアフリカに、コヨーテ類は北アメリカ大陸に分布する。また、オーストラリア大陸と周辺地域に生息するディンゴと、 ニューギニア島に生息するニューギニアンシンギングドッグは人類によって約4000年前に持ち込まれた犬であり、かつては別種とされていたが、現在は家犬と共に大陸狼の一野種とされている。犬の属する犬科は森林から開けた草原へと生活の場を移して追跡型の狩猟者となった食肉類のグループである。 待ち伏せ忍び寄り型の狩りに適応した猫科の動物に、対して犬科の動物は、細長い獅子など、持久力重視の走行に適した体の作りをしている。また、犬は、古くから、品種改良が繰り返されて、人工的に改良された品種には、自然界では極めて珍しい難産になるものも多く、品種によっては、出産時に、低王切開が必要不可欠となる。 犬の骨格犬の歩き方は、指で体を支える、修行性で、肉球と一つの手のひら玉と爪が、地面につく。爪は、先が尖っており、走るときに、スパイクのような役割をする。ただし、猫科のものほど鋭くはない。爪を狩りの道具とするものが多い猫類とは異なり、犬科の動物は爪を引っ込めることができず、書指はほとんど広げることができない。 猫類と同じく、第三子と第四子の長さが同じである。孔子の第一子は退化して四本子の構造となっているが、たまに後足が五本子の犬もいる。前子は五本指の構造となっているが、やはり、その第一子も地面にはつかない。一部のマウンテンドッグは、狼爪が二本あるものもある。狼爪は、幼少時に切除される場合が多いが、 前述のマウンテンドッグの場合には切除しない。前肢はほとんど前後にしか動かず、鎖骨は失われている。逆に、股関節は人体による制約が少ないために、他の家畜類に比べて、可動性が広く、胞子を頭をかくのに用いたりし、また、オスは肺尿時に高く持ち上げるが、陰形の位置からして、大型犬の方が有利ではある。 反面、人体が少ないことは、しばしば股関節脱臼を起こす原因ともなっており、高齢犬、著しく体重が増えた犬、大型犬でその傾向が高い。肋骨は13体で、人より1つ多く、走るのに必要な肺と心臓は、体の割に大きい。心臓は猫目の他のグループの動物と違って休憩に、近く、特に左寝室が非常に大きい。 尾は走行中の方向転換で火事として働くが、狼などと比べると細く短くなっており、また、日本犬に多く見られるように巻き上がっているものがあるのは筋肉の一部が退化して弱くなっているためである。陰形に陰形骨があり、交尾の際に勃起の硬さを得るのにやや時間を要し、陰形自体にある程度の硬さを与えるためである。犬の毛犬の毛の生え方や、 長さには、犬種によって様々な特徴がある。犬の毛の成長サイクルは、犬種や生活環境によって大きく変化する。四式は3,3.1,1.4,4.2,3イコール42で、歯は42本あり、32本の歯を持つ人や、28から30本の猫と比べると、顎が長い分、歯の数も多い。人と比較すると、 摂氏が上下角3本、全九子が角4本と多く、五九子は上顎で2本と少ない。犬あもくに共通の身体的特徴として、剣詞の他に、列肉刃と呼ばれる山形に尖った大きな九子が発達している。この刃は、ハサミのようにして、肉を切る働きを持つ。列肉刃は、上顎の第4前九子と、下顎の第1大九子である。 食物はあまり咀嚼せずに飲み込んでしまう。豚足を食べるゴールデンレトリバー犬化グループの他の動物と同様、犬は基本的には肉食であるが、植物質を含む様々な食物にもある程度までは適用する。消化管はそれほど長くないが、腸の長さが体長の4から4.5倍程度である狼に対して犬の方は5から7倍といくらか、 長くなっており、これも植物質の消化に役立っている。肉食獣の中には盲腸を持たない種も存在するが、犬はそれほど大きくないものの5から20センチメートル程度の盲腸を持つ。狼と犬の違いとして、脳機能に関する遺伝子及び消化構素を高度する遺伝子の相違が報告されている。報告によれば、犬では、 デンプンの分解酵素の一つであるアミラーゼイ電子のコピー数が多く、その活性は狼の28倍である。同じくデンプンの分解酵素であるマルターゼイ電子の場合、コピー数に大きな違いはないが、犬のマルターゼイ電子配列は長いタイプであり、草食動物のものに近いという。このような違いは犬の進化における家畜化。 雑食化の過程の一つと考えられている。したがって、犬の唾液は独特の複雑さを持っており、また食物連鎖上、生態系の上位に属すること、狼の時代の狩りの方法が集団的であったこと、など様々な要因の結果もあって、匂いを有し結果として、独特の口臭を持つことにつながる。犬は水を飲むとき、舌の裏で水をすくって飲む。 犬の自家栓は、副交換神経性の強い刺激を受けると、人の自家栓の約10倍のスピードで唾液を分泌する。唾液は、朝速呼吸により、口の粘膜と舌の表面から乗散する。激しい運動の後、犬が口を開け、舌を垂らして盛んにあえいでいるのはこのためである。犬の体には、感染が少ないが、この体温調節法は、 汗の蒸発による方法と同じくらい効果的であるという。肛門には肛門脳と呼ばれる一体の分泌腺があり、縄張りのマーキングに使われる匂いの強い分泌液は、ここから出ている。蛇行猫やハイエナのように外に直接開いてはおらず、細い動管で肛門付近に開口している。なお、犬が雨に濡れた時などに、特に臭う、独特の体臭は、 主に全身の皮脂腺の分泌物によるものである。芝犬の花面警察犬の遺留品操作や災害救助犬の被災者探索などでよく知られるように、犬の感覚のうち最も発達しているのは嗅覚で、あり、匂いで食べられるものかどうか、目の前にいる動物は敵か味方かなどを判断する。また、コミュニケーションの手段としても、ここは、どの犬の縄張りなのかや、 相手の犬の尻の匂いを嗅ぐことで、相手は、オスかメスかなどを判断することでも、嗅覚は、用いられたりする。そのため、犬にとっては、嗅覚はなくてはならない存在である。犬の嗅覚は、人の数千から数万倍とされるが、その能力は、床物質の種類によっても大きく異なり、酢酸の匂いなどは、人の1億倍まで感知できる。嗅覚は、微空の、 急上皮にある、嗅覚受容神経によって感受されるが、人の、急上皮が3から4 c 平方メートルなのに対し、犬の、急上皮は18から1 5 0 c 平方メートルある。急上皮の粘膜を覆う、粘液層中に分布する、嗅毛と呼ばれる線毛は、匂いを、感覚受容器に導く働きをするが、犬の嗅毛は、他の動物のそれより本数が多く、長い。 旧細胞の層も人では一層であるのに対して犬では数層になっており人の500万個に対し2億5000万から30億個あると推定されている。鼻腔の血管系もよく発達している。人が顔や声について特別な記憶力を持つように犬は匂いについての優れた記憶力を持っている。 犬を含む動物群の鼻先のいつも湿っている無毛の部分を鼻鏡と呼ぶが、これも犬の優れた嗅覚を保つのと同時に、風の向きを探る働きをすると考えられる。上述のように犬が嗅覚に優れた動物であることは事実であるが、ただし他の様々な動物に比して犬の嗅覚だけが特別に秀でているということではない。 犬同様に探索目的での刺激が多い豚も引ケを取らないと考えられているし、クマの研究者によれば、クマ類の嗅覚は犬の約7倍とされている。ゾウは嗅覚細胞の総量から言っても、能力において犬やクマをはるかに上回る動物として知られている。なお、魚類ではウナギの嗅覚が犬の嗅覚に匹敵するとされる。犬は、聴覚も、 比較的鋭い。また、過長周波数は40から4万7000ヘルツと、人の20から2万ヘルツに比べて、高音域で広い。超音波を発する笛である犬笛はこの性質を利用したもの。聴力において、犬種による違いは、ほとんど見られない。犬の眼球優れた、動体視力を持っており、1秒間に30フレームを、表示する。 テレビ画像などはコマ送りにしか見えない。一方、犬の目には赤色に反応する。衰退細胞の数が非常に少ないと言われ、明るい時には赤色はほとんど見えていない可能性が高い。色の明暗は認識できるが、全色盲に近いと考えられている。信号機だけは識別できるとされていたが、実はこれも、当0の点灯順序と人間の動きを関連づけて、 学習していたに過ぎないことが確認されている。猫やキツネの動向が縦長であるのに対し、犬の動向は収縮しても丸いままである。同じ食肉目の家猫と違い砂糖などの甘味を感じることができる。サツマイモなどの甘みのあるものを好むとされる。酸味にも敏感でこちらは一般的に好まない。一方で塩味には鈍感で、ほとんど感じ取れていないとされる。 また、アミノ酸の甘さを感じ取れるため肉やチーズといった動物性のタンパク質を好む。未来は人の約1万個に対し犬は2000個程度とされ、人ほど味覚は区別できないとされる。猫と比較すると雑食性が強く、肉以外にも野菜や果物、穀物や人用のお菓子も食する。人との共存の歴史において、 これらの強い雑食性を身につけたと考えられるが、犬の害になる食物も誤食するケースがあり、注意が必要になってくる。犬の呼吸はパンティング、パンティングと呼ばれ、俗に喘ぎ呼吸とも呼ばれる。犬は足の裏の肉球以外には感染を持たない動物であり、肉球からの発汗による体温調節の効率は人間の130分の1程度しかなく、 人とは異なり発汗で体温調節を測ることができない。そのため、熱の発散の唯一の手段は、口からの呼吸しかなく、汗をかく代わりに舌を出しハーハーと喘ぐように呼吸することで、そこから染み出す唾液をはじめ口内や喉の水分を蒸発させて、熱を放出し体温調節を測っている。感染が体のごく一部にしかない犬にとっては、 その呼吸や行為自体が人を含む他の動物以上に命に関わる重要な行動となる。なお、パンティングの頻度は大型犬に多いことが判明している。交尾を開始した犬妊娠した犬犬の授乳メスの発情周期は6から8ヶ月であるが、犬種により差がある。発情期間は約3ヶ月で、 この期間のうち前期1ヶ月の間が実際に、交尾により繁殖が行える、可能性のある期間である。発情期に入ると、メスは生期を自ら舐める仕草が多くなり始める。この時期から、メスは、生期からフェロモンを発して、周囲のオスに発情期を察知させるようになっているため、他のオスを興奮させない意味でも、ドッグランなど、 不特定多数の犬がいる場所に発情期に入ったメスを連れ出すことは控えることが望ましい。ついで世器が充血して出血が始まる時期に移行する。この期間は概おおね10日前後でこの時期にパートナーとなるオスと同居させることで交配が行われる。交尾の際には他の多くの犬科の動物と同様に交尾結合が見られ。 後輩くらいで結合した後に、オスが、メスの尻をまたいで、反対向きとなり、尻同士を向かい合わせた状態で長い時は30分以上、交尾が継続する。交尾中は、オスの陰形は、根元付近が、特に大きく肥大して、メスの膣から抜けなくなるため、射精が終了するまでは、人の手でも引き離すことは難しい。ブリーダーによる、 血糖証明書の申請の際には、この尻を向かい合わせた姿勢の写真を根拠として、後輩証明書を作成することが一般的である。排卵期が過ぎた後の残りの2ヶ月余りは、メスの体内では、応体ホルモンが分泌されており、妊娠の有無に関わらず、チぶさの肥大や、母乳の分泌、地面に穴を掘る映像行動などが見られる場合がある。こうした状況は、 偽妊娠と呼ばれ、この期間が口述の実際の妊娠期間とほぼ重なるため、妊娠の審理判定が難しくなる場合がある。その一方で、偽妊娠期間中で母乳が出るメスは、他の子犬へ授乳する、ウバの役目を果たせるため、ネグレクトなどの何らかの理由で子犬への生母からの授乳が期待できない場合に、こうしたメスに授乳を行わせる場合もある。 同種族のみならず、猫科の動物など全く異なる種族の授乳や育児を行った事例もある。後輩が成立した場合の妊娠期間は50から70日。3から12子を一度に出産するため、チブサを左右にごつい持っているのが一般的である。生誕6から12ヶ月目で生検の大きさになり、その後、2から3ヶ月目で成熟する。 これは、狼の2年に比べて早熟である。小型犬は生犬に達するのが早い分、成熟も早い。犬は10歳になると、老犬の息になり12歳から20歳程度まで生きる。ただし犬種や生育環境によっても異なり、基本的に大型犬の方が小型犬よりも短命である。また、一般的には、屋外飼育よりも室内犬の方が長命の傾向があり、 純血種よりも雑種の方が長明と言われる。年を取るスピードは若いほど早く成犬となってからは緩やかになる。犬の年齢を人の年齢に換算する方法は諸説あるが科学的根拠に基づいたものではなく必ずしも正確ではない。目安として小型犬は生後1年で人の約17歳、生後2年で約24歳。 大型犬は生後2年で約20歳。それ以降は小型犬で1年につき人の4歳程度分、大型犬は5から6歳程度分、年を取ると考えられる。転じて IT が普及した2000年前後には、IT の進化の目まぐるしさを犬の1年が人の人生の数年分であることに、例えてドッグイヤーという比喩が使われた。飼育環境の改善や、 犬フィラリア症を予防などの動物医療の普及などによって犬の平均寿命は伸びる傾向にある。かつてギネスブックにて2010年10月から2011年12月にかけて生存する世界最高齢の犬と認定されていた栃木県在住の雑種犬プースケは2011年12月5日の死没時点で26歳9ヶ月であり、 人間の年齢で換算すると125歳以上と推定された。記録が残っている最も長く生きた犬はオーストラリアの牧畜犬ブルーイで29歳5ヶ月7日。尻を嗅ぐことで犬は互いの強弱がわかるという犬の特徴として人と同じく社会性を持つ生き物であることが挙げられる。意思疎通をするための感情や表情も豊かで褒める。 認める、命令するなどの概念を持っている。人に飼われている犬は、人間の家族と自身を一つの群れの構成員と、みなしていると考えられ、群れの中の上位者によく従い、その命令に、忠実な行動をとる。この修正のおかげで、犬は、訓練が容易で、古くから人に飼われてきた。最古の家畜とする説が有力である。子犬を入手して飼う場合には、 親犬のもとでの犬社会に対する社会化教育と新しい飼い主と家庭及び周囲環境への順化との兼ね合いからほぼ6週年から7週年で親元より直接譲り受けるのが理想的とされる全般的に高い知能を有するまた品種によってはより優れた学習能力を示す総じて記憶力も高く 例えば狂犬病の予防接種を受けた犬は次年度の狂犬病予防接種に行く際、パニックを起こすことがある。試行錯誤を行うこともあり、例えば脱走するために、首輪のフックを地面に擦りつけて、フックが外れないかどうか試行したり、室内で粗相をした時は何か他のものを乗せて、大便を隠し、とぼけるなどの行動を行うこともある。他の犬に対して関心を示し、 威嚇する行動を取る品種とそうでないものがある。他の犬への関心の示し方、攻撃性は、しつけによっても抑えることがある程度可能である。なお、犬自体の人間に対しての関心の示し方や接し方は、現時点において未知のものが多く、その解明のための研究が今も進められているが、近年の研究では、飼い主側の人間が示す。 声を荒げて叱るなどの態度に対して敏感が反応を示すことが明らかになっている。加えて、A オンライン科学誌のサイエンティフィックリポーツにおいて、犬が意思疎通の手段として使う目的で顔の表情をコントロールしている可能性があることが論文で掲載されている。一方で、ある調査結果からは人間の恐怖心の有無を感じ取れる知性を持つことが判明しており、 この内容はジャーナルオブエピデミオロジー i o l o g y and にて掲載されている。さらには犬自体にも人間同様に嫉妬の感情を持つ可能性があるとする研究結果が発表されており、これらの研究結果はサイコロジカルサイエンスへ2021年4月7日付で掲載されている。犬は他者の情動を読み取るだけでなく、 視線を読み取ることできっとこの人はこう考えているのだろうと他者の意図を推測する社会的知能がある。この他者の視点に立ち適切な判断を下す能力を共同注視といい心の理論の基礎を犬が備えていると考えられる要素の一つとなっている。また犬は他者の顔から視線を追跡し対象物について予測した後に再度視線を合わせようとする 交互業種という動作を見せる。ペットの犬が空の餌皿を見た後に飼い主を見上げて来るという動作を繰り返すなどがよくある交互業種の例として挙げられる。人の交互業種は相手が何を見ているかの確認の伝達から自分の視線の意味を相手に理解させようとする最速自分の感情を伝える共感へと段階的に高度になるが犬は 最速の段階までは使いこなしていると考えられている。犬は最も古くに家畜化された動物であり、手に子犬を持たせて埋葬された1万2000年ほど前の狩猟採集民の遺体がイスラエルで発見されている。分子系統学的研究では1万5千年以上前に狼から分化したと推定されている。犬の野生原種は 大陸狼の亜種のいずれかと考えられている。犬の DNA の組成は、狼と、ほとんど変わらない。犬が、狼と分岐してからの一万五千年という期間は、種文化としては短く、犬を、独立種とするか狼の亜種とするかで議論が分かれているが、交雑可能な点などから亜種とする意見が優勢となりつつある。本校の分類もそれに従っている。 犬と狼の交雑に関しては、別行、狼犬も参照のこと。古代エジプトの壁画に描かれた犬人間と暮らし始めた最も古い動物である犬は民族文化や表現の中に登場することが多い。古代メソポタミアや古代ギリシアでは彫刻や壺に飼い犬が描かれており、古代エジプトでは犬は死を司る存在とされ、 飼い犬が死ぬと埋葬が都度になされていた。紀元前2000年頃の古代メソポタミアの説は、エンメルカルと洗った死の領主では、洗った領主が、黒でなく、白でなく、赤でなく、木でなく、ブチでもない犬を探せと難題を命じる場面があり、この頃には、すでに、これらの毛並みの犬が、一般的であったことがわかる。紀元前に、 中東に広まったゾロアスター教でも犬は神聖とみなされるが、ユダヤ教では犬の地位が下り、聖書にも18回登場するが、ここでも豚と共に不浄の動物とされている。イスラム教では邪悪な生き物とされるようになった。中国の新石器時代の遺跡からは犬の骨が大量に出土している。中国大陸に住む人々は犬を食べる文化を持っていたと長教は指摘する。 古代中国では教会を守るための生贄など、呪術や儀式にも利用されていた。知られる限り最古の漢字である、甲骨文字には、犬が、と表記され、獣編を含む、犬を武士とする漢字の成り立ちからも、しばしばそのことが伺われる。古来、人間の感じることのできない、超自然的な存在によく関応する、神秘的な動物ともされ、 死と結びつけられることも少なくなかった。漢字の成り立ちとして、犬の、は、耳を意味している。中央アジアの遊牧民の間では、家畜の見張りや誘導を行うのに欠かせない犬は、大切にされた。モンゴル帝国のチンギスカンに仕えた、側近中の側近たちは、ヨンスンヨンクと呼ばれ、称えられた。ヨーロッパ人に発見される前のアメリカ大陸では、 犬は唯一とも言える家畜であり、非常に重要な存在であった。人間にとってなくてはならない、労働力であり、猟犬、番犬、犬ぞり用の犬などに活用された。また、祭りでの生贄やご馳走として様々に利用された。ユイピの儀式など、祭りにおいて、犬の肉は重要な存在である。また、白人によって弾圧された、インディアン諸部族の中で、 シャイアン族の徹底抗戦を選んだ者たちは、ホットメトネを追という組織を作り、白人たちと戦った。中世ヨーロッパの時代には、猫が宗教的迷信により、魔女の手先として忌み嫌われ虐待、虐殺されたのに対し、犬は邪悪なものから人々を守るとされ、待遇は良かった。欧米諸国では、 古代から狩猟の盛んな文化圏のため、猟犬としての犬との共存に長い歴史がある。今日では、特に英国と米国、ドイツなどに愛犬家が多い。英国には、子供が生まれたら、犬を飼いなさい。子供が赤ん坊の時、子供の良き守り手となるでしょう。子供が幼年期の時、子供の良き遊び相手となるでしょう。子供が少年期の時、 子供の良き理解者となるでしょう。そして、子供が青年になった時、自らの死をもって、子供に命の尊さを教えるでしょう。ということ技がある。世界で最古の愛犬家団体である1873年に設立された英国のケネルクラブ及び1884年に設立された米国のアメリカンケネルクラブがそれを物語っている。 ヨーロッパ諸国の王家や貴族の間では古来伝統的に愛顔用、護衛用、狩猟用などとして飼われている。特にイングランド王のチャールズ2世及びエドワード7世は愛犬家として有名である。英国の女王をビクトリアはコリーなどの犬を多数飼っていた。現在の英国女王エリザベス2世も愛犬家で知られている。英国王室は今でも 犬舎を所有して飼育と繁殖を行っている。プロイセンのフリードリヒ大王は常に身辺に数匹のイタリアングレーハウンドをはべらせていた。大王はポツダムにある墓所に愛犬たちと共に葬られた。政治家では歴代のアメリカ合衆国大統領に愛犬家が多い。特にクーリッジ大統領とフランクリン・ルーズベルト大統領は愛犬家として有名である。 近年では、ジョージ・ W ・ブッシュ元大統領も愛犬家として知られる。一方、19世紀後半のイギリスでは、狂犬病の原因をめぐって大きな論争が起きた。狂犬病は犬に噛まれることによる感染症であるという主張が流布し不潔な仮想階級の飼う犬、気象の荒い狩猟犬が特に疑いの目を向けられた。人々のヒステリックな対応により、 何万匹とも言われる犬が狂犬病予防の名目で殺されたが、歴史家のハリエット・リトボによれば、19世紀に殺された犬のうち精神に異常をきたしていた犬は5%に過ぎず、そのうちの4分の3は転換か不変わりな外見だったという。現在欧米諸国では多くの犬が家族同然に飼われている。日本では5世帯に1世帯が犬を飼っていると言われている。 イスラム圏では犬が飼われることは少ない。犬の文化的印象圏は欧米や日本など世界の広い地域で一般的に親しまれている。一方で犬を意味嫌ったり敷いたげたりする文化圏や民族もある。サウジアラビアでは一般に嫌をの対象である。今後のムブティ族は犬を狩りに必要な貴重な財産とみなしつつも意味嫌っており、 彼らの犬は馬鹿にされ殴る蹴るなどされる。欧米では犬を、ペット、家族の一員と考えるため犬肉食は、タブー視されるが、インドや中東で剣肉を食べる習慣がないのは、古代ヒンドゥー教やイスラム教では犬を安く、毛らわしい害獣とみなしているため犬肉食を、タブー視していると考えられる。イランでは犬をペットとして愛玩する人が増えているのに、対して、イスラム保守派が、 西洋化の象徴と批判している。ジョバンニ・ボルディーニ、レジャーヌ・プジン・は一般に出産が軽いとされる。ことから、日本ではこれにあやかって、犬の日に安産を願い、犬張り子や帯祝いの習慣が始まるようになる。人間の最良の友と言われるように、飼い主やその家族に忠実なところは、プラスイメージが強い。近代日本では、中堅、八甲の逸話が、 多くの国民に愛されたほか、江戸時代以前にも、主人の危機を救おうとした、伝説、民話も多い。他方、東西のことわざや、日本語にある、犬字に、犬侍、犬地モ負け犬といったネガティブ聖語、熟語に使われることも多い。また、忠実さを逆手にとって、権力や、体制側に順々に従っている人物や、特定の事物を盲目的に支持 信奉する人物やスパイの意味でも、犬が用いられる。また、メスイグは、女性への侮辱語として使われる。植物の和名では、犬タデ、犬ビエなど、本来その名を持つ有用な植物と似て、非なるものを指すのにしばしば用いられる。フィクションにおいて、戦いを求めてやまないキャラクターに対するあだ名として、よく使われる、狂犬は、 医府と部別の両方をはらんだ表現である。戦死時代の犬日本列島における犬の詳細な起源は不明であるが、大陸より家畜化された犬を飼う習慣がもたらされたと考えられている。縄文時代早期からの遺跡から犬が出土しており、その一部は埋葬された状態で発見されているが、多数例は散乱状態で出ており、 家族の一員として飼われた犬と、そうでない犬がいたと考えられる。縄文早期から中期には、体高45センチメートル前後の中型犬、縄文後期には、体高40センチメートル前後の小型犬に変化しており、これは、日本列島で長く飼育されたことによる、当初化現象と考えられている。なお、1990年代に、 縄文人と犬との関係の定説に最高を迫る発見があった。霞ヶ浦沿岸の茨城県朝尾町で発掘調査された縄文中期から後期のお下界塚より犬の各部位の骨が散乱した状態で出土した。犬の上ワンコツ一点に解体根の可能性が高い節根が確認された。調査報告では犬を食用として解体していた物的証拠と 評価されており、日本列島における犬食の起源が、さらに遡る、可能性が高い。弥生時代に、犬の埋葬令は激減する。また、墓に備えられた壺の中に、犬の骨の一部が入っていることがあり、犬が、人間の墓の備え物になったことがわかる。長崎県の春の辻遺跡などでは、解体された後のある犬の骨が発見され、 食用に供されたことも伺える。遺跡からは、縄文犬と形質の異なる犬も出土しており、大陸から連れて来られたと考えられる。古代の犬、日本初期には、日本穂高が、三坂峠を越えようとした時に、悪心の使いの白禄を殺して、道に迷い、窮地に陥ったところ、一匹の犬が姿を現し、巫女虎を導いて窮地から脱出させたとの記述がある。 そして、日本初期には、天武天皇5年4月17日の上に、4月1日から9月30日の、期間、牛、馬、犬、猿、鳥の、いわゆる肉食禁止令を出している。なお、長屋を屋敷跡から出土した木管の中に幸運だ、母犬の餌に米を支給すると記されたものが、含まれていたことから、長屋王邸では、貴重な米を、 犬の餌にしていたらしいが、奈良文化財研究所の金子博之は、この米は犬を太らせて食べるためのもので、客をもてなすための食用犬だったとの説を発表した。奈良時代、平安時代には、貴族が、高狩りや守営に使う犬を飼育する職として、犬飼部が存在した。平安系では、犬が、人間の残飯や排泄物を食べていた。また、 埋葬されない人の死体が放置され、犬に食われることが珍しくなかった。中世の犬犬大物鎌倉時代には、武士の休日修練の一つとして、走り回る犬を、引き目屋でいる犬大物や犬を争わせる刀剣が、盛んになった。肉食忌避の観念がある一方で、室町時代の草戸宣言町遺跡からは食用にした、跡が残る犬の骨が見つかった。 浄土新宗の修祖新乱は、大発明半業を参考に、清子肉、不浄肉の区別を行った際、剣肉を猿肉などと共に不浄肉に分類するなど、犬肉食を忌避する考え方も生まれた。南北朝時代以降には、軍用犬として犬を活用する武将も現れ、太平記には、越前国高野市場攻防戦において、南朝方の首相、 畑地の王が愛犬、犬寺氏と二人の従者と共に、寄せての来た朝方の砦を攻め落とす逸話が記述されており、江戸時代に、歌川国吉が、江戸の動物と縁の深い歴史上の人物を、浮世絵に描いた、武勇見立て十二死にて犬年に畑地の王と犬寺氏が描かれるなど、人々に広く知られる存在となった。戦国時代には、武蔵国の武将、大田助政が、 岩月城と松山城の緊急連絡手段として、伝令券を用い、北条氏治安方の方位を突破して、援軍要請に成功し、たびたび撃退していた逸話が、関八州古戦録や、紅葉軍艦に記述されている。大田助政の伝令券戦術は、山岳券の入れ替えと呼ばれ、日本における、軍用犬運用の最初の例とされている。日本の中世で、犬が、 軍用に利用されたことを伝える逸話はこれだけのようで、ある。日本では犬を改良して、武力の一つとして使うという思想はなかった。近世の犬、徳川綱吉江戸幕府中期、江戸では、野犬が多く、赤ん坊が食い殺される事件もあった。五代将軍、徳川綱吉は、犬年の犬好きの犬の日の生まれであったため、彼によって発布された、やわれみの例において、 犬は特に保護され、元六九年には犬を殺した、江戸の町人が獄門という処罰まで受けている。綱吉は、当時の人々から、犬久保と、あだ名された。徳川綱吉は陳を愛願したようで、綱吉は二人の大名に陳を買わせたため、二人は、高価な陳を求め百余匹も飼育していた。それらの陳は、綱吉の命によって、江戸城に収められたが、 陳は役人に護送され、立派な乗り物に乗せられて途上したという。この法令が直接適用されたのは、幕府直轄領であったが、間接的に適用される諸藩でも、将軍の意向に逆らうことはできなかった。綱吉の後を継いだ、徳川家信の治性当初に、将類憐われみの礼は廃止された。天明の大飢饉により、 米価が高騰し深刻な米不足が起こった際、江戸北町奉行、曲がりぶち系進むが、犬や猫の肉の価格を示して、米がないなら犬や猫の肉を食えと発言し町人の怒りを買い、江戸市中で打ち壊しまで引き起こす結果となった。近現代の犬幕末、明治維新期には、開国、文明開化により、西洋人が日本へ渡り、西洋の文物ももたらされ、 妖犬を飼う習慣が流行し、共に1873年観光の詳細一景、開会順純教発教や歌川義富士本庁博来儀道具比べなど、浮世絵にも妖犬が描かれている。1900年、警視庁は、狂犬病の続発により、家犬の口毛実施など、取り締まりを国有した、5月11日時時新報を。1921年3月8日、 警視庁は、畜犬取締規則を施行した。現代日本ではおよそ5世帯に1世帯が犬を飼っている。日本犬柴犬は、日本犬日本犬とは、国の天然記念物に指定されている6犬種を、はじめとする古くから日本に存在する犬種の、総称である。また、土佐刀犬などの外来の犬種を、日本で荒廃して作出した犬種も含める場合もある。 元来は、住居の見張り、ついで狩猟の補佐などのために家畜化されたと考えられるが、現在は、ほとんどが、愛願用である。長い年月をかけて後輩が試みられ、ダックスフンド、トイプードル、ブルドッグなど、用途に応じた、様々な品種が開発されてきた。19世紀に生まれた、ケネルクラブによって、外形、機質などにより、 犬種の人為的な選別が進んだが、20世紀以降に生まれた新犬種の多くは見た目だけのために作られたものが多い。犬は人間によって最も人為的改良を加えられた動物であるといえ、シェープシフターと呼ぶ研究者がいるように、小さなチワワから大型のセントバーナードまで幅広いサイズと形態を持つに至った。 犬と飼い主との関係の有無などを基準に分類すると、おおむね以下のような状態の犬がいる。犬は、牡蠣のような形で人間に死役犬として訓練され、あるいは人間と関わってきた。放牧された羊の番をする、ボーダーコリー、米国のオスカロライナ州は、ハンタースビルの、ルーラルヒル農場にて、アメリカ海兵隊の爆発物探知犬噛みつく、 訓練を受けた犬飼育に関連する法規大抵の国に動物の飼育に関する法規があり犬の飼育をする場合もそれを遵守しつつ行うことが求められる。例えば日本の場合は1973年からは動物の愛護及び管理に関する法律を遵守しつつ飼育することが求められている。同法で動物と書いてある部分に犬も当てはまる。いかに 特に重要な条項を挙げるが、犬を飼育する場合もこれらすべての条項を守ることが求められている。犬を飼育する場合は、以下で動物とある部分を犬と読み替えて、それを遵守するように努めることになる。屋外飼育と屋内飼育犬の一般家庭における飼育は、大きく分けると、屋外飼育と屋内飼育がある。発展途上国などでは、 放棄がそもそも整備されていなかったり放棄があっても、それが守られていなくて、犬を飼っていると言っても、餌だけ与えて綱や鎖で繋いだりケージに入れることもしないでその犬が勝手に近所や街中を歩き回っている場合もあるが、先進国では通常はそうしたことを禁止する法律が制定されている。日本では動物愛護法に、 動物の一層を防止するために必要な措置を講ずる、よを務めなければならないとあるように、屋外飼育であれ屋内飼育であれ、自分が飼う犬が敷地の外に逃げ出して戻ってこなくなる事態は、防がなければならない。に入れたり、フェンスで囲ったり、屋内に飼って出入り口のドアを閉めたりする。屋外飼育は、庭や玄関や軒下などの屋外に住まわせる方法。 例えば次のような方法がある。屋内飼育は家の中に住まわせる。近年では犬用トイレというものがペットショップなどで販売されており、これにより屋内飼育が容易になった。例えば次のような方法がある。屋内で犬が眠る場所としては犬専用のマットやクッション類を置き、犬のベッドとする方法、特に何もおかずカーペットやソファの上などで自由に、 眠らせる方法、飼い主のベッドの足元などで眠らせる、などの方法がある。また室内に、さらにケージを設けて、就寝時などには、行動範囲を制限させる飼い方も行われている。自宅に加えて、犬の飼育に活用できる、施設愛犬の健康のために、走り回る場所を提供する、ドッグランの設置も増えてきている。 飼い主が旅先に飼い犬を連れて行くことができない場合に犬を預かってくれるサービスも増えている。また愛犬と旅行中に一緒に泊まれるペンションやホテルなども増えている。最近では愛犬と飲食できるドッグカフェ、愛犬を癒すためのドッグセラピーもある。最近では多くの施設でルールを細かく設定しているのにもかかわらず犬、飼い主同士のトラブルも少なくなくない。 そのため、これらの施設を利用する前に安全上の決まりや、ルールを、飼い主自身で確認しておくことが大切である。犬に与えない方が良い食べ物、動物の愛護及び管理に関する法律の、第7条に、動物の所有者または占有者は、命あるものである動物の所有者または占有者として、動物の愛護及び管理に関する責任を十分に、 自覚して、その動物をその種類、習性などに応じて、適正に使用し、または保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めると、あり、犬の健康、や、安全の保持にも努めるべきであり、犬の健康を害するようなものを与えないように、しなければならない。犬の健康に影響を与える食べ物については、それが良い影響なのか悪い影響なのかを問わず、 科学的に全てが解明されているわけではない。現在、健康に良い、もしくは無害とされている食べ物でも、将来的に悪影響が判明したり、長期的な調査によって、長期間の摂取が好ましくないとされたりする可能性がある。以下に挙げるものは健康への悪影響が判明している食べ物であり、これらのものを好んで食べる犬もいるため、飼い主が与えない、もしくは、 拾い食いさせないように注意されている。犬の嫌いな言葉に1021年県の情報サイト、エニュナビが、全国の犬の飼い主672人に、愛犬の表情や態度についてのアンケート調査を実施。苦手な言葉や嫌いな単語はあるという質問に、あると回答した人は49.1%という、結果となり、1位は、お風呂2位は、病院。 先生、お医者さんサミは、お散歩という結果に。人気の犬種ペット犬の名前ペットとしての名前は、2018年に行われたオスメストワーズのランキングによれば、ここ、モノマロンの順に多い。ブリーダー様々な犬種ごとの犬を繁殖させて、販売する業者を犬のブリーダーと言い,い、各ブリーダーの犬舎を、しばしば、ケンネルや、ケネルとも呼ぶ。 県種の管理などを行う地区県団体は、ケネルクラブと称す。各国にケネルクラブがあり、日本にも、社団法人ジャパンケネルクラブがある。近年高まるペットブームの中、一部の業者によって、人気品種の乱繁殖が行われている。日本ブリーダー協会は、近親交配の結果、先天的障害を持つ犬が増加していると、警告している。生まれながら、 障害を発症している犬は処分されることが多い。国は、こうした、障害犬の増加を受け、動物管理法を改正し、悪質業者を処分できるようになった。しかし、結局のところ消費者の意識が変わらなければ、障害犬を生む、乱繁殖を止めることは難しい。日本語犬の鳴き声を、現代日本では、一般的に、ワンワン、 キャンキャンなどの擬音語で表されるのが普通である。そのため、これらの語を元にして、犬のことを、ワンちゃん、ワンコ、ワンコなどとも俗称する。なお、日本語では、擬音語が発達しており、他にも、グルルル、ォーン、クーン、キャインなど、犬の感情の機微を捉えようとする多様な表現が、生み出されている。歴史的には、ヒヨヒヨ。 病病などと書いて、病病と発音していた期間が長く、狂言のセリフなどにその名残を見て取れる。江戸時代になって、ワンワンが現れ、しばらくの間は、従来語と共存していた。日本語以外英語では、バウアーを、バーク、ハウルなど、ロシア語では、中国語では、大ヒロシと鳴くとされる。犬は、マスコットや、 漫画など、現代的フィクションのキャラクターなどとしても、頻繁に登場する。子犬を、鼻先からアップで撮影した、ザ・ドッグシリーズをはじめとして、ジャガイヌくん、芝ワンコ、お茶犬、アフロ犬、豆芝など、犬をモチーフとする最近のデザインや、キャラクターものは、枚挙に、いとまがない。犬がテーマとなった、あるいは、犬を主要なキャラクターとする、映像作品。 文学作品などについては、犬を主題とする作品一覧、カテゴリー、架空の犬を参照。人間との共生が最も古い動物庫に多くの犬たちが名検討されてきた。ノンフィクションの分野でも、中堅八甲や南極物語などのように、実在した犬にまつわるエピソードや芸術作品などが数多く存在。生物の名。 特に植物の名で犬がつくものも多い。犬の特徴などに似ていることによるものもあるが、多くの場合、犬がつかないものに比べて、より有用性が低かったり、使えなかったりすることを意味する。五十音順に並べる。犬の親子。ありがとうございます。